よろしくお願いします。先月ですか、高地昇さんが婦人公論に出演されまして、いろいろとあの激白されたんですけども、さらに、先日 YouTube で高地昇の黒い噂を衝撃告白みたいなね、動画をアップされましたんで、ちょっとね、あの今回はこういったことをテーマにしてちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、実はあの私高地昇さん結構昔から好きでして、まあ、もちろん男前、イケメン、かっこいいっていうのもあるんですけども、ちょっとシンパシーをね感じるところがちょっとありまして、というのは明徳義塾、こちらの野球部だったと、まあ言ったら体育会系ですね、野球部、こうねポーンみたいなね、こうね。で、私は武道の方の体育会系だったんですけども、まあこういうね、例えば稽古で言うと千本突きで、こっちの右が千本突き終わったら今度左で千本突きみたいな形ですけど、まあそういったねことしながら、まあ、日々鍛錬しておったんですけど、まあ、高地さんの場合は野球ですから、まあ野球といえばまあね千本ノックみたいな、ね、これもかなりきついと思うんですけども、まあそういったことなんかもね、やらされながら、まあ、鍛えて、いらっしゃったんじゃないかというふうに思うんですけども、でいろいろとねあのドラマや映画とかでも活躍されて、でやっぱりね高島礼子さんですね、高島礼子さんと結婚された、でこれ羨ましいなと思ったと同時に、まあお似合いだなみたいな感じもちょっとしたんですけども、ただやっぱ残念なことでちょっと、離婚されちゃいましたね。でこの実はあの高島礼子さん、私本当大ファンでして、まあレーサーのね資格も持ってらっしゃって、でレースクイーンなんかもやってらっしゃったみたいなんですけど、まあこの CM でね若かりし頃にあの出てきた時のあのインパクトといいますか、もう本当にもうなんていうか初々しさの中にももうものすごいやっぱ綺麗というかもう華やかさがあって、私本当に胸打たれたんですけども、でその後ね、極妻いわゆる極道の女たちとかで、いろいろやられて、でも大物女優という形ですね。でも本当にね、今思い返してもですね、もう本当に魅力的な女優さんだなというふうに思うんですけども、でちょっと話を高地さんの方に戻りますと、で婦人公論に、先月ね出演されたと、でその後先日このたかりこチャンネル、こちらの方でいろいろと高地昇の黒い噂というの衝撃、告白という形でやってらっしゃったんだよ。でこれね結構ねこの田中紀子さん、このチャンネルやってらっしゃる、もうほんとねそれものすごいねパッてね、もうねこの一刀両断みたいな、こうもうほんとにツッコミといいますか、質問をねけれんみなくねされてたんですね。でちょっと引き込まれるように見てしまったんですけども、でこのたかりこチャンネルで高地昇の黒い噂というふうに、題打ちまして、
動画が展開されていったんですけども、まあ、こんなね本当にいろいろなことをね、高橋さんがお話になってるんですけども、いや本当ね、まあ、ホームレスだったみたいな、あとホストだったみたいなお話とかね、であと巷で言われてるそのいわゆるあのセクシー系のねビデオの、まあ、ツヤ系ビデオといいますか、男優だったというようなねあの噂も結構流れてるんですけど、これについてもね言及されてて、でまあ結局のところはあのプロダクションをやったっていうような形のことをおっしゃってましたけども、まあ、その詳しいところはねあのぜひこのたかりこチャンネルの方で、見ていただきたいなと思うんですけども、いやほんとねこの田中さんがねほんとなんて言いますか、こう剛速球をねこうボン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 投げるわけですよ、野球でいうとね。でそれに対して高橋さんがこう打ち返すみたいな、打ち返していくみたいな、そんなねトークがね展開されていって、あーっていうね、へえそうなんだみたいな感じであの私見ておったんですけども、でその他にもですねこの逮捕された時のねこの時の様子とか、ね、マトリが踏み込んできた時の様子とかですね、あと元奥さんですね、なんか1億円もらったみたいな、そんなあの報道もあったんですけども、これに対してもね言及されてて、いやほんとねあっという間にこう引き込まれるようにあの動画を見てしまったんですけども、今日はねこのたかりこチャンネルの話、それがまあ、あの婦人公論に出た後にこのたかりこチャンネルというのを、動画としてアップされていろんなことを、おしゃべりになってて、でちょっとね私も思い出深いというか、方だったので、ちょっとねその話を今日はさせてもらいながら、お話を展開させていただきました。どうもありがとうございました。